はい、どうも皆さん、こんにちは。スターディーの河野玄斗です。今回やっていくのは、小学5年生の難しすぎる問題。この図形において、三角形 ABC の面積が15平方センチメートルの時、AB の長さを求めようと。この問題、ジュニア算数オリンピックっていう、小学5年生以下のね、人たちが、算数の能力を競い合う大会で出題された問題なんですけど、めちゃくちゃ難しいです。補助線をね、うまく引いてあげれば、鮮やかに解けるんですけど、かなり難しくて、どれだけ難しいかっていうと、このジュニア算数オリンピックで出した時の正解率 0% でした。このジュニア算数オリンピックに出場するっていうだけで、算数の猛者たちがね、集まってるはずなんですけど、その中でも誰一人解けなかったんですよ。それぐらいかなり難しい問題なんですね。一応高校のね、知識を使うと、予言定理とか使ったらね、意外と簡単に解けたりするんですけど、これをいかに小学校の知識だけで解くか。この問題、補助線をうまく引けてね、無事解けた時はかなり気持ちいいので、よかったらね、余力のある方はぜひ皆さん挑戦してみてください。今回はこの問題を鮮やかすぎる補助線を使ってね、解説していくので、ぜひね、図形問題の面白さ、気持ちよさを感じてもらえたらいいなと思います。それでは初めに条件を見ていくと、三角形があって中点があるね。で、ここの角 A、 ここ D とすると、 ADC が135度で、AC が 9.5 センチですよと。で、三角形の面積が分かってるわけですよね。この面積の条件を使いたいなってまずは考えますよね。で、その時にね、長さが分かってる部分っていうのは、この 9.5 センチだけなわけだから、この 9.5 センチを底辺とした時の高さが分かるなっていうことをね、考えてほしいわけですね。そうすると、ここね、D が BC の中点だから、この三角形 ADC っていうのが15の半分、2分の15っていうのが分かって、そうすると、ここね、垂線下ろした時の高さ H っていうのが分かるわけですね。9.5×H 割る2っていうのが全体の半分、2分の15っていうのを計算してあげると、H は19分の30だなと。こんな感じでね、高さを求めることができるんですけど、こっから先 AB をどう求めようっていうので止まってしまうんですね。こんな感じでね、ぜひ試行錯誤してほしいんですけど、まずはね、三角形から攻めていくっていうのは得策じゃなさそう。じゃあどこから攻めるのかっていうと、この角度135度、もっと言うとこの反対側の45度、こっちから攻めていこうってぜひ考えてほしいんですね。で、この45度を使うね、使い方っていうのは、高校の範囲だったら予言定理とかあるんだけど、小学校の範囲で言うと、このように垂線を下ろして、ここに直角二等辺三角形を作っていくと、ね、長さが等しいですね。45度を見たら、こういう使い方をね、ぜひ思い浮かべてほしいと。ただ、これでもかなり難しくて、こっから先どうするのかっていうところで、これがね、正解率 0% のゆえんなんですけど、ここからの補助線がとんでもないんですね。こういうふうに、まずは縮小しておきます。で、これね、算数オリンピックでよくある手法なんですけど、ここのね、直角三角形に着目しましょう。この直角三角形をね、くるっと90度回転させて、このように並べてみましょう。この直角二等辺三角形っていうのも一緒にね、ここにつけておきます。っていうのを、1、2とね、1、2、3、4枚並べてあげて、手裏剣みたいに並べてあげると。こうすると、外側に正方形、内側に正方形ができる。これを使うと、三平方定理を示せたりするんですけど、この直角三角形を4枚並べるっていうのは、よくね、算数オリンピックである手法なんですね。で、さらに言うと、この直角二等辺三角形のこの頂点を結んであげることによって、外側の正方形の中に、小さい正方形を見つけることができるんですね。この形を作るのが第一の山。これでもね、かなり難しいんですけど、次のね、第二の山。それが、このハテナとこの関係性をうまく見つけていくと。具体的には、この黄色い三角形とこの黄色い三角形が全く同じもの、合同であるっていうことに気づけなきゃいけないんですね。一応合同条件っていうのは中学のね、範囲ではあるんですけど、小学校の教科書でも合同っていうのをね、しっかりと扱ってるので、この合同、この二つの三角形は合同であるっていうことは、小学生の範囲と
ね、ジュニア算数オリンピックを受ける人たちの中では算数の範囲なんですね。まあ、どういうふうにね、合同を見ていくかというと、まず、直角二等辺三角形に着目すると、45度、45度。これね、一応、ここの対称軸を見てあげて、パタンと折り返してあげた、みたいな関係になったね。この三角形を、この対称軸をね、元にパタンと折り返してあげると、この三角形になるよと。まあ、その理由っていうのが、まず45度、45度。で、次に、このちょん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 とね、中点の部分のこの長さをね、見てほしいんですけど、この緑色の三角形って、このね、135度を含むこの三角形を写してきたものですよね。ね、直角三角形から直角二等辺三角形を取ったものだから。とすると、ここの長さ、この緑色の部分の長さもちょんちょんで等しくなるんですよ。とすると、ここの長さとここの長さが等しい。ね、折り返してるのと一緒ですよね。で、45度、45度で、まあ、ここの部分がね、共通ということで、二辺胸郭相当ですね。二つの辺とそれを挟む角45度が等しいと。まあ、だから合同になりますよと。このことから何がわかるかというと、この AB のね、求めたい長さっていうのは、この内側の正方形の一辺の長さに等しくなると。で、さらに言うと、この三角形の面積っていうのが、この三角形に移せちゃうんですよ。なぜかというと、このね、全体の三角形の面積が等しいわけだから、その共通部分、直角二等辺三角形を取ってあげても面積等しいですよね。こことここが等しいんだったら、そこからこれを引いた、ここの部分とこの部分が等しいと。とすると、この三角形 ABC の面積15平方センチメートルっていうのは、実際ね、ここのね、黄色い部分をこっちに移してあげると、この緑色の図形に移りますよね。これをここに移した。この緑色1個が15平方センチメートルになるわけ。ここまで来たらもう勝ちですね。この緑色の図形っていうのは、2個目、3個目、4個目、ね、4つ周りに作ることができて、すると、このね、全体の正方形から15を4個分引いてあげたら、真ん中のね、正方形が残ると。こういう関係がね、見えてきますよね。まあ、ここの、一辺の長さがはてな。よって、あとはね、この真ん中の正方形の面積を求めてあげると、全体の正方形の面積 9.5×9.5 から15を4枚分引いてあげると。これ 90.25×60 で 30.25 平方センチメートル。っていう風になるので、じゃあ一辺の長さがいくつかなって言ったら、ね、はてなかけるはてなで 30.25。2回かけて 30.25 になるものを探してあげると、AB の長さは 5.5 センチというふうに求めることができるわけです。よろしいですかね？まあこの問題ね、かなりね、難しいと思うんですけど、まあ、この補助線ね、まあ自分で引けって言われたら、まあかなり至難の技ですよ。まあ道理でね、正解率 0% だなっていうふうに思うと思うんですけど、まあ一応ね、これ小学校の範囲だけで解けると。いうことで、図形問題のね、奥深さっていうのを感じてもらえたんじゃないかなと思います。今回の動画が面白いと感じてくれた方は、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよっていうのをコメントに残してもらえると嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。